日本岡山県倉敷市、富田富田は、岡山県倉敷市玉島地域にある地区である。かつての浅口郡戸田村に相当する。現在の住所表記における、玉島屋島、玉島どこし、玉島道口、玉島富にあたる。この記事では、現在の富田地区及び自治体時代の浅口郡、戸田村の両方について記述する。玉島の北西部にあたるエリアである。 富田村以前の旧道口村だった富と道口、同様に旧池田村だった道越と八島の4地区からなる。小学校区において八島の一部は多摩島小学校区となっている。エリアの北半分は丘陵地帯、中央から南部は平野部となっている。平野部の大半は江戸時代の17世紀に干拓により開かれた新田である。丘陵地では桃、梨、 ブドウの栽培が盛んで、県内有数の産地の一つとなっている。平野部は田畑が広がり、稲作や野菜栽培が盛んである。その一方で、近年には幹線道路が整備され、商店や住宅が多くなっている。その他、かつては女中菊の生産が盛んであったが、現在は衰退している。地区南部を、 国道2号線玉島バイパスや旧国道2号線が東西に通過、さらに、矢影町方面と玉島中心部を結ぶ主要県道も通過している。1889年6月1日、府村と道口村が合併し、道口村を、また道越村と八島村が合併し、池田村を設置。1903年には、道口村と池田村が合併し、 富田村を新設した。その後、1953年4月1日の玉島市への編入合併を経て、1967年2月1日に新生倉敷市の一部となって、現在に至る。富田省は、中世に、備中国浅口郡にあった省園である。現在の倉敷市玉島戸田地区に否定されている。1456年の引き付けに、 鴨上車両として記載されているのが文献上の所見とされる。親長期の文明10年9月3日の上には、備中国富田省の内安元名として、また、文明12年10月29日の上では、備中国府伝新上として記載されている。1916年4月13日、富田の八島に大砲を撃ったかのような合音とともに隕石が落下した。 近所に住む小谷ニ十郎が周期がする方へ向かい、小谷邸から北へ約40メートル地点にある、女中菊畑に中で、三角形の岩界を発見した。隕石は縦約9センチメートル、幅約10センチメートル、重量約600グラムで、地表より約15センチメートルめ入り込んでおり、水へ入れたら、銃と音を立てた。落下時には、付近の住民約50人が、 北から南へ飛来する、煙のような大きく物体の落下を目撃している。その後、1953年に、浅口郡根高町の藤井久志義雄は、落下地点の畑の所有者である、中西新三郎の末程が、この隕石を所有していることを突き止めた。後、1953年夏に、隕石の紙片3 2ムを用いて、国立科学博物館の村山貞夫によって、 科学的解析が行われた。その結果、比重約3.54で観覧席を主体とし、鉄の含有比が重量で23.46%であった。隕石の元の所在などは不明である。この隕石は富田隕石と命名された。落下現象が多くの人に目撃され、なおかつ落下直後に隕石が採集された例は、世界的に見ても稀なケースである。 道口玉島地域北西部端に位置し、山陽本線北西の山寄りの地区である。中世の終わりから、近世はじめ頃まで、当地南部まで海が湾入していた。沿岸部には、道口津、道口港と呼ばれる大きな港があった。港から、北の伊や高山などの山地を越え、山陽道へ連絡する道があったため、その入り口の地区であることから道口と呼ばれたという。 説がある。江戸時代、寛永9年に、備前国岡山藩の所領となる。当時は、浅口郡上竹村の枝村の扱いであった。二間島北西端に位置する山中の地区で、中部は盆地上にあっている。北の矢影町、真備町との境界には、矢高山がそびえている。中央部を南北に、玉島中心部と矢影方面を結ぶ、主要県道が通過、また東西に、 美南広域農道が通過している。古代においては、和明王将に乗る備中国浅口郡恨み里の一部とされ、その東部に当たると言われている。中世には、滝将もしくは、富田省の荘園に属していたのではないかとされる。江戸時代になると、寛永9年に備前国岡山藩領となった。昭和後期の小図には、浅口郡上竹村の枝村として記載されている。 丘陵地が多いため、桃ぶどうなしなどの果樹栽培が盛んである。一方、前述の剣道周辺には、商店企業も多い。同越玉島地域の生誕に位置する平野地帯である。近世初め頃まで当地は海域であり、キビの穴替のと呼ばれた海の西部にあたり、亀の海や玉の裏と呼ばれていた。江戸時代、付近を所領した、美前国岡山藩の藩主、池田家が、 日田開発のために観宅事業を行い、同古市神殿として当地は誕生した。当時はた90町二単の規模であった。漢文11年に鴨型が半が立藩すると、その領地となった。原禄期の県地町には、高国高1698国九と九省と記載されている。なお、浅口郡下竹村が枝村となったが、下竹村は岡山藩領となった。 現在、地区南部を国道2号線玉島バイパス及び旧国道2号線が東西に通過している。また、八陰方面と結ぶ主要県道も当地から分岐している。古くから田畑が多く稲作や野菜栽培が盛んであるが、近年は一部住宅地が多くなっている。八島玉島地域の中央北部に位置する。山陽本線から南側一帯から、 北部丘陵南麓にあたり、平野部が大半を占める。同古市同様近世諸島まで海域であった。海域には七島と呼ばれる七つの小島があった。江戸時代諸島まで沿岸部であった、現在の八島北部の丘陵南麓部は亀山村と呼ばれ、上竹村の枝村であった。漢分年間から岡山藩主池田家の主導で干拓による神殿開発が行われ、 漢文元年に植竹に行った同十二年に前日の道越神殿及び島地神殿、さらには七島神殿が相次いで完成した。また同年に岡山藩より鴨方村に陣屋を構える岡山神殿藩が立藩することとなり、同時に七島、島地、道越、植竹の各神殿は岡山神殿藩領に移った。なお、 亀山村は岡山藩領のままであった。明治になると明治10年に亀山村と七島村が合併、八島村を新設した。七島村に亀山の一村が加わったので、七に一を足して八島としたのが地名の由来である。明治22年に隣接する道越村と合併し、江戸時代の岡山藩主、岡山神殿藩主の池田市に由来して、 池田村を新設した。八島は道村の大技となる。その後は道口村と合併し、富田村となり、さらに玉島市を経て新しい倉敷市となり、現在に至っている。江戸期より稲作を中心とした農業が盛んである。現在も広大な平野部を中心に田畑が広がるが、玉島の中心に近いことや、国道2号線などの主要幹線道路が通る。 ことなどから、道路周辺を中心に、商店、企業、住宅も多くなっている。主要産物は、米のほか麦、桃、ぶどう、びわ、梨など。近年は少なくなったが、かつては、畑箱や女中菊の生産も多かった。亀山には、玉寄姫を祀る、神前神社があり、その後輩の畑に、古代の土器の釜跡が見つかっており、 そこで発見された土器の破片は、亀山式土器と呼ばれる。平成24年9月末現在、富田地区を含む多摩島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、筑母郡林島城及び岡山市南区の一部と共通となる。多摩島地域は、多摩島郵便局が、集配業務を担当している。 ありがとうございます。